岡崎市長は今日の会見で、一般会計の総額で1461億円の新年度当初予算案を発表しました。新型コロナウイルス対策30億円のうち22億円弱をワクチン接種費用として計上しています。コロナの影響で売り上げが落ち込んだ中小企業に対しては補助金制度を新設します。客が長時間店内に滞在する喫茶店などの飲食店に対し、感染対策費用を補助する制度に6000万円。従業員が感染し、営業を自粛する事業者に消毒費10万円と、1日につき2万円を休業手当として支給する制度に1500万円が充てられます。当初予算案は高知市3月議会に提出されます。